それではあとはですね、最後に因果数定理が使えない点、特異点の話をしておきたいと思います。で、今までの話をまとめますと、この、fxy というのが、1回偏微分可能 で、fxy イコール0で定まるその曲線が与えられてますというときに、この因果数定理からですね、このある d の点ある点で、この f の値が0で、かつ、その y による偏微分係数か x による偏微分係数のどちらかが0でなければ、その ab の近傍で f によって定まる因関数が存在するということは分かっておりました。それはなんか y イコール fx って x の関数か、もしくは x イコール gy っていう y の関数、もしくは両方が存在するということが分かっておりました。で、ここで問題になるのは、この両方の偏微分係数が ab で0になる場合ですね。で、この場合っていうのは実は、因関数定理は使えません。で、こういう点のことを特異点と呼びます。一応特異点の定義をしておきます。と、d を R2 の、部分集合で回集合としまして、で、fxy は d でから実数値を取る二変数関数とします。で、この時に、d のある点 ab において、ab の値も0ですし、x に関する偏微分係数、y に関する偏微分係数も全部0になるときに、この点 AB のことを曲線 FAB イコール0の特異点と言います。なお、特異点ではない点は、正常点とか通常点というふうに普通呼ばれます。一応、特異点はですね、いろいろ、そこでいろんな興味深い性質があったり、いろいろ、調べるのが難しいですので、いろんな分野で、数学のいろんな分野で重要な研究対象になっておりますが、とりあえずここでは、その特異点というのが、どういうものかという定義だけ一応述べておきまして、あとは、特異点を求め方というのをちょっと例題として出しておきます。ここではその fxy として、x 三乗マイナス 2y 三乗プラス y 二乗イコール0っていう、この関数の特異点を求めましょうということで、まずはその x による変動関数、それから y による変動関数を求めて、とりあえずこの fx と fy イコール0を満たす点を求めます。これがまず特異点の候補になるわけですね。そうすると、この変動関数が0になる点は、00と03分の1ということになりますので、特異点があるとすれば、この点のどこかということになるわけですね。で、あとは特異点、これらが特異点になるかどうかは、単純に fxy にこの点を代入すればよいということで、00を f に代入すれば0になるので、まずこの00は特異点ですよと。一方で、0と3分の1を、この f に代入すると、これは0にならないので、これは特異点ではありませんという話になります。とりあえず、こういう計算は、覚えておいてください。で、最後に一応参考までにですね、この00っていう特異点で、この関数で定まる曲線がどういう振る舞いを見せているかというのを、ちょっと、これは数式処理システムのマセマティカでプロットした図なんですけれども、一応この原点でですね、こう2本のこう曲線がこう重なっているわけですね。で、しかもそこで この曲線 の傾きは多分こう見た感じこうほぼ水平になっているんですけれども、そこでそのただしその何でしょう、こう曲線がこう原点からこう分かれていっているわけですね。そうするとこの原点の近傍では、その因関数を作ろうと思ったときに、その先ほどの因関数定理を使った形ではこう作れないと、少なくとも作れないということが分かると思います。こういう、その曲線、幾何的に見ると、こういうなんか、ちょっと変わった振る舞いを見せている点がしばしば特異点になることがあります。ちょっと詳しくは、省略しますけれども、こういうことも起こるという、特異点ではこういう振る舞いを見せることも、こういう振る舞いが見られることもあるということを押さえておいてください。はい、ここまでよろしいでしょうか。